はい、改めまして、ちのみの浜田と会います。皆さん、歓迎いたします。友達に入ってくること、嬉しく思います。じゃあ、最初は挨拶ですね。神は礼拝者を求めておられると、今挨拶しました。で、これはイエス様の言葉、あ、今挨拶はしてないです。今は挨拶しないんですけども、神は礼拝者を求めておられますという言葉がヨハネの福音書にあるんですね。God is looking for worship. これはイエス様のお言葉なんでありますが、今日イエスが私たち一人一人を選び、そして召し出し、引き寄せてこの場所に集めてくださいました。で、その目的は私たち一人一人が神様とお会いするためなんですね。で、聖書の神は天と地を創造された創造主。この方は私たち人間を創造されました。そして私たち一人一人に命をお与えになったお方です。で、そのお方が私たち一人一人に今日も目を留めて、心を留めておられるというのが聖書のメッセージですが、これは大変驚くことですね。この神は私たちの肉眼で見ることはできないのですが、しかし見えない神は見える形として来てくださいました。それがイエス・キリストです。で、イエスを見るということは実は神を見るということであり、そしてイエスと出会うということは神と出会うこととイコールなんですね。で、今日からルカの福音書を通してイエスの姿を見ていきます。その目的はこの福音書を通して、この礼拝の中で皆さん一人一人がイエスと出会い、そしてイエスと交流を深めていただきたいからです。で、毎週一章ずつ読み進めていきますが、一章あたりのボリュームがかなり長いために、毎回の礼拝で全部を読むことができないんですね。で、そういうわけでお願いしたいことはですね、皆さんが毎週、毎日この該当の聖書箇所を読んでいただくようにお願いしたいんです。朝のディボーションで同じ章。そうすることでこのメッセージがより役に立ちますし、毎日皆さんがイエス様とお会いすることができます。ぜひそれをお願いいたします。で、ルカの1章から2章は実はクリスマスの時に扱ったんですね。ですので今日は3章から読んでまいりますので、どうぞ聖書をお開きください。ルカの福音書の第3章です。 Luke chapter 3。 ルカによる福音書の第3章の1節から朗読いたします。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレデの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下ったと記されています。ここにたくさんの人物の名前が出てきますね。これら一人一人を説明するのは時間がかかるのでしないのですが、この人物が記されていることによって時代の特定というのがかなり細かくできるんですね。著者ルカがここにおいて伝えたいことは、ここに記されていること、ルカの福音書に書かれていることは歴史的な事実であるということなんです。実は著者のルカという人物はイエスの直接的な弟子ではありませんでした。彼はギリシャ人のクリスチャンです。また医者であったことで有名でありますが、それだけではなくして彼は歴史家であり、でまた彼は画家であったと伝えられています。いずれにしても細かい観察力や巧みな技を必要とする仕事なわけでありますが、ルカという人物は使徒の働きの16章においてパウロと出会います。そこから登場するんですね。
ルカって名前は出てこないんですけれども、そこから登場します。それ以降パウロの宣教旅行に同行しまして、パウロのケア、医療的なケアへ従事したと考えられますが、また彼は宣教旅行の記録というものを詳細に行いました。そしてイエスの目撃者がいれば彼らにインタビューをして、それを詳細にまとめてこのように福音書に仕上げたわけですね。ですから神様が用いられる人物というのは多種多様であるということが分かりますね。ルカの福音書あるいは使徒の働きというのは、実はルカが書いたものであり、2つで1つの本なのでありますが、そこに登場する人物は実に多種多様ですね。社会的地位で言いますならば、最もその地位が低いものから王様のような地位の高いものまでが登場しますし、宗教的に言いますとユダヤ教の者もおり、また異邦人、神を知らない者、偶像礼拝者たちもおりますし、またイエスを信じるクリスチャンたちも登場するわけです。男性もおれば女性もいるし、子供もいれば高齢者も登場します。でルカはそれら一人一人がイエスから目を留められて愛されている事実をここで表したかったのでありますが、そこから見えるメッセージは、ここに集まっている私たち一人一人も神から愛されている、招かれている、そして許されている一人一人であるという事実ですね。でそのような登場人物のキャラクターは誠に多種多様なのでありますが、際立っているのはこのバプテスマのヨハネですね。で福音はまずこのバプテスマのヨハネのに神の言葉が下ったというところから始まるのですが、ルカの福音書を読み進めていきます。3章の3節 verse 3、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる、こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。これが朝の挨拶ですね。 Every man see the salvation of God。 あらゆる人が神の救いを見るように。神の言葉を受けたヨハネはここからミニストリーを開始します。ヨハネの働きというものはどういうものであったかと言いますと、あらゆる人が神の救いを見るための道を備えるというのが彼の働きでした。あらゆる人というのはユダヤ人だけではなく、ギリシャ人だけではなく、特定の地域や特定の世代、年代、階級の人ではなくして、実に全ての人ですね。全ての人が神の救いを見る、体験するために彼は道を備えるのが仕事でした。で私はですね、ここからこの福音が伝えられるための道備えの大切さというのを学ぶわけですね。福音を伝えるものと福音を聞くもの、その間に山があったり谷があったりすると福音は届きづらいわけですね。しかしその道というものがまっすぐにされる、平らにされることで福音は届きやすくなるとそう信じます。そういうわけでヨハネのように道を備えるというのはとても大切な働きなんですね。でホライズンチャペルではいろいろなミニストリーをやっています。数え上げればキリがないんですが、まあ、ゴスペルもあるし、クラフトもあるし、あれもこれもこれもいっぱいあるわけですね。でそれはあらゆる人がイエスに到達するための道なんですね。で先週からミッションチームがハワイに行きました。で今日もこの時間、現地の教会を通じて
被災した人々を訪問しながら慰めを、そして励ましを届けている。それがミッションチームですね。海で泳いだりとかしていないです。誤解がないように彼は励ますために行った。では特定のミニストリーだけがイエスに届く道なのでしょうか。そうではなくして、実は信仰者の生活、私たち一人一人の生活、すべてはイエスに到達するための道なんですね。皆さんを通してイエスはこの世、この世界に手を伸ばそうとしておられます。皆さんの働きを通してもそうですし、あるいは皆さんの家庭を通したり、皆さんの持っておられる仕事を通して、あるいは性格などを通して、世の人々が、あらゆる人々が神の救いを見るようになる、これが神様が願っておられることなんですね。で、そうやって自分を見ると、そんなことがありえるんだろうか、私の性格、私の生活を通して神の栄光なんか現れるんだろうかと思うかもしれませんが、それらは皆さんが頑張ってすることでは実はないわけですね。で、その答えは今日のメッセージの中で明らかになっていきますが、神様は皆さんを通してあらゆる人に福音を届けたいと願っておられることだけまずは押さえてください。7節からお読みします。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと。当時のユダヤ人の教師は、ユダヤ人すなわちアブラハムの子孫であれば誰でも救われると教えていました。その当時のユダヤ人たちが描いていたシナリオというものは、その当時のイスラエルというのはローマに支配されておりましたが、やがてユダヤにも救世主が現れる、メシア、救い主が現れる。その救世主というのは、あのダビデのように強い、そしてあのモーセのように圧倒的なパワーを持ってこのローマ帝国を滅ぼしてくれる、そして力強いユダヤ国家というものが独立して立て上げられて、そこを中心に神の国ができていく、これこそが天国だと彼らは考えていたわけですね。ところがヨハネはそのような考え方を跳ねのけた、そして真逆のメッセージを語ったわけですね。あなた方は悔い改めなさい、そして良い実を結びなさいと人々を励ましたわけですが、でここにおけるでは良い実というのは一体何でしょうか。Good fruit、 良い実というのは何でしょうか。第一番目に分け与える心ですね。ルカの3章の10節 verse 10、 群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。これは自分のことだけではなくして、相手のこと、他者のことも顧みなさいということです。特に貧しい人たちに目を留めて分け与えなさいとヨハネは語りました。そして第2番目に満足する心、これが良い実である。verse 12 3の12、主税人たちもバプテスマを受けに来て言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも
力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。ここで主税人と兵士が登場しますが、彼らは群衆に対して一定の力を持っていました。しかしヨハネはそのような力を悪用してはならない。あなた方は自分の責任を果たし、そして自分が受ける分で満足をするようにと語ったんですね。ですから分け与えなさい、そして満足しなさいというのがヨハネのメッセージでありましたが、どちらも正しく、そして誰もが良い教えであると納得すると思いますが、でも質問はそんなことがじゃあできるのかということです。与えなさいと言われたからといって、はい分かりました与えますというのは難しいですよね。今まで盗んでいた人、搾取していた人が盗みをやめなさいと、むしろ分け与えなさいと言われて、そんなすぐできるでしょうか。できないですね。自分の努力とか頑張りではこれはできないんですね。そこで福音書の時代背景を少し見てみたいのですが、このルカの福音書が記された時代は紀元60年頃であると考えられています。これはイエスの十字架と復活、そして教会が誕生してからすでに30年が経っています。ですからその当時はもう教会というものが各地にできていたわけですね。そしてクリスチャンが爆発的に増え広がっていきました。でその当時医者であるルカが目の当たりにした光景は大変驚くべき光景だったんですね。それはどういった光景かと言いますと、人が変えられていくという光景です。人たちの手を通しイエスの弟子、あるいはイエスを通して多くの人がの病が癒されていました。また熱病や悪霊に疲れている人々が次々に解放されていったんです。でルカが見たところ、これは医学的には治すことが非常に難しい病なのでありますが、しかしイエスを通して、教会を通して、弟子たちを通して癒しの技が溢れていた。彼はこれにまず驚いたわけですね。でさらに驚いたものは、この肉体の癒しだけではなくして、人の心が癒されていく場面でした。イエスに触れた人、あるいは人たちに触れた人々、イエスを信じて受け入れた人々の性格や生活というものが次々に変えられていったんですね。で今までは自分さえ良ければいいと自分のことばかり考えて生きていた人が、なんとイエスを信じて人のために生きるように変えられていったわけです。主税人のように自分さえ良ければいい、自分のために多く取り立てていた人たちがイエスを信じて貧しい人々に私は施しますと変えられていった。怒りっぽかったもの、力ずくで奪っていた人たちがイエスを信じて優しくなったというか、寛容になったというか、性格が変わったんです。ルカは思いました。これは医学では考えられない。一体何があったんだろうか。そしてルカは取材を続けました。人々を訪ねました。そしてその中で気がついたことがあった。これは聖霊によって変えられたんだと彼は気がついたわけです。15節から。15:15。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいか、
と考えていたので、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ヨハネは私よりもさらに力ある方がおいでになる、このイエスを待ち望むようにと民衆に呼びかけます。そしてイエスはあなたに聖霊と人のバプテスマを授けると約束をいたします。そしてこの聖霊が望んだ時、あなた方は変えられるというのがヨハネのメッセージであり、またルカが伝えたいメッセージなんですね。聖霊が望んだ時にあなたは変えられる、あなたは満ち足りることができる、聖霊が望んだ時にあなたは人に与えることができる、聖霊に満たされた時にあなたは良い実を結ぶことができるようになる、そして聖霊の働きによって道備えがなされ、聖霊の働きによってあらゆる人が神の救いを見るようになるんだ。ルカはイエスの人間性に注目して福音書を書きました。イエスは完全な神、神が完全な人間になった、これがイエスです。パウロは次のように言ったのですが、ピリピの2章の6節、ピリピ2章の6、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り人間になったと聖書は伝えています。冒頭申し上げましたが、イエスは天と地を創造された神です。私たち一人一人をお作りになったのはイエス、神ですね。しかし彼は私たち人間を救うために人となったと聖書は伝えています。天と地を創造した時のイエスは、その内面には神の力が満ちていました。神の豊かさが溢れていました。しかしイエスはそれを無にしたというのです。この無にしたというのはギリシャ語でケナウンと言いますが、空っぽという意味です。イエスはその持っているところの力、栄光、それらのものを捨てて空の器となって人間となって地上にお越しになったのですが、さてその空っぽになったイエスがバプテスマを受けました。21節 Verse 21、 さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエスは空っぽの状態、人となってこの地上に来られました。空っぽのイエスがバプテスマをお受けになると、天が開き、聖霊が鳩のような形をして下ってきたと福音書は伝えています。この聖霊というのは神の霊、神ご自身ですね。神の霊であり神ご自身です。でイエスがこの聖霊を受けることによって、イエスが再び神の力に満たされた瞬間がここに記されています。これ以降のミニストリーにおいてイエスの働きというのは爆発的に展開されていますが、この聖霊を受ける前、聖霊を受ける前のイエスは何の働きもしていないんです。
で、ルカが伝えたいことは一体何か。それは人間イエスに聖霊が臨んだ時に大きな変化が起こったということです。そして私たち人間にも同じ聖霊が臨むと圧倒的に変えられるという事実ですね。聖霊が臨んだ時にイエスは全く変えられました。そして聖霊に満たされたイエスに触れた人たち、イエスが触った、そしてイエスが触れた人たちは変えられていきました。病の者は癒され、落胆している者、失望している者が希望を持つことができました。貧しい者は豊かにされ、暗かった人が明るくなった、怒っている人は寛容になり、そして搾取していた者たちが与える人に変えられていったんです。そしてやがてイエスはここから3年後に十字架につけられ、死んで葬られ、3日目によみがえられて、復活から50日目のペンテコステの日に弟子たちが120名の者が祈っていると、彼らの上に聖霊が臨んだとルカは伝えます。聖霊に満たされた、その時に弟子たちも変えられた。そればかりではなくして、弟子たちを通して聖霊の現れというものが続いていき、今日現代に続いているわけですね。で、この聖霊の約束というものは旧約聖書預言者ヨエルによってあらかじめ予言されていたことなのですが、それを使徒の働きで引用されています。使徒の働きの2章17節ご覧になれますか。 Acts chapter 2 verse 13 使徒の働きの第2章の17節、これもルカが書いた本ですね。預言者ヨエルの書にこう書いた。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言をし、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。イエスに臨んだ聖霊が弟子たちにも臨む。そして今この本を読んでいるあなた方にも臨む。この聖霊によって人は癒される。そしてこの聖霊によって落胆している者は希望を持つことができる、夢を見るようになる、幻を見るようになる。予言をするというのは神の言葉を語るようになる、宣言するようになるということですね。この聖霊の働きによってあなたは変えられる、私は変えられる、あなたの子供も変えられる、青年も変えられる、老人も変えられて神の働きができるようになる。これがルカのメッセージです。一つの証でありますが、先日一人の男性からこのような話を聞きました。名前は伏せておりますが、誰のことかもしかしたらピンとくるかもしれません。一人の男性の証ですね。彼は昨年6ヶ月以上家に引きこもっていました。もう人に絶対に会いたくなかったそうです。外には出かけたくなかった、光を浴びたくなかった、蛍光灯を浴びたくなかった、光を浴びたくない、そしてもう死にたいと、こんな気持ちを半年以上抱えて一人で家に閉じこもっていたんですね。彼はクリスチャンです。しかし教会にも行きたくありません。メッセージも聞きたくない、賛美もしたくない、イエスなんて関係ない、誰にも会いたくない、 LINE も見たくない、ネットも見たくない、何も見たくなかったわけですね。しかし教会は彼のためにお祈りをしていました。
で、ある日彼のところに一つの依頼が入ったのですが、庭の掃除をしてもらえないかというアルバイトの依頼ですね、がありました。実は彼は庭師の腕前を持っていたんですね。ガーデナーで、引きこもっている状態でしたので、当然そんなもの行くかよという、こういうわけだったのですが、ちょっと行ってみようかなという気持ちにもなったんだそうです。誰にも会わないからな。そして行ってみた。実はこの仕事を依頼した依頼主はクリスチャンの方でありまして、庭の掃除が終わった頃ですね、見計らって依頼をした人物がお金を払いに行ったのでしょう。彼のところにスタスタと行って、特に話はしたくないということでしたので、話さずお金だけ支払おうと思って行ったのですが、その時に依頼主が彼の手を触れたというか握って、手を握られた瞬間にその引きこもっていた男性が変化を感じたというんですが、そしてその時に一つの声が聞こえました。あなたは愛されている。そしてその日を境に、なんと彼は癒されたというんです。この依頼主はもちろん彼のために祈っておりました。そして聖霊の満たしを求め祈っておりましたが、聖霊をいただいているクリスチャンに触れた、その瞬間にこの閉じこもっていた彼の病が癒されたんです。そしてその瞬間に神の声が聞こえました。あなたは愛されている。この声によって彼は勇気を受け取りました。そしてその声を毎日聞くようになり、それ以来彼は社会復帰ができるまでに回復しました。今は仕事を再開しています。そして教会にも足を運んでいます。そしてなんか聖書学校で学んだとか言ってましたけども、聖霊が望むときに私たちは変えられます。これが今日のメッセージ。聖霊を通して私たちは初めてミニストリーをすることができるんです。そしてこのイエスは私たちに聖霊のバプテスマを与えてくださるお方である。これがヨハネとルカが伝えたいメッセージなのですが、私たちは今日幸いにもこのイエスの前に進み出ています。で、今日最後のおすすめは、今日改めて一人一人が聖霊の満たしを受け取ってお帰りになるようにお勧めします。そして聖霊に満たされてイエスのように、そしてイエスの弟子たちのように人々にお使いをさせていただきましょう。人々に与えること、満ち足りて生活すること、それは人にはできないことですが、聖霊の助けによってそれをすることができます。その姿を通してあらゆる人が神の救いを見るようになるというのが聖書の約束です。今日イエス・キリストを信じ、イエスの御霊を受け取って1週間始めていきましょう。お祈りします。